メディアの皆さん、お集まりいただきありがとうございます。動画をご視聴の皆さん、明けましておめでとうございます。今年最初の記者会見となります。昨年も大変お世話になりました。まず1月1日に能登半島を震源とする地震で亡くなられた方々に心よりお悔やみ申し上げますとともに、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。一刻も早い復旧復興をお祈りしております。さて、那須塩原では被災地支援、1月2日の時点で姉妹都市である富山県滑川市から要請を受け、1月3日に救援物資、これは水や甲板などなんですけれども、届けてまいりました。新型コロナウイルス感染症では、行政だけではなく民間企業の皆様、市民の皆様からさまざま助けていただき、新年、本当に元旦明けにもかかわらず、その時も民間企業の方々からすぐに、うちの救援物資を使ってくれ、あるいは滑川に届けるのに、協会の会長自らが運転をしていただき、被災地まで救援物資を届けていただいた、そうした非常時に対する教訓、コロナ禍で培ってきた市民の皆様、民間企業の皆様との連携が生かせた、教訓が生かせた部分もあったのではないかと思っております。そしてその後、要請を受けまして珠洲市、こちらは能登半島の本当に先端、珠洲市にも給水車を職員余命とともに派遣をしました。現地では本当に水が不足をしておりまして、集落への給水活動、そして自衛隊の皆さんともですね、連携してさまざまな活動を行ってまいりました。新型コロナウイルス感染症の際は、先ほども申し上げましたけれども、市民の皆様、それから市内外の民間企業の皆様、本当に一丸となってさまざまな対策を行わせていただきました。これは動画をご視聴の皆様もそうかもしれませんが、私は 3.11 の、当時私は栃木県内におりましたけれども、実際に 3.11 を実際に経験していたからこそ、新型コロナウイルス感染症対策、さまざまなことができたというかですね、やはり 3.11 があった、その教訓があったから動けたのではないかと、これは私自身の話なんですけれども、思っております。もし私が初めて経験をする非常事態が、このコロナ禍、新型コロナウイルス感染症だった場合、多分、頭が真っ白になって何も動けなかった可能性があるかと思います。大きな災害、もちろんこれは起こらない方が、当たり前ですけど良いですし、被害も起きない方がいい、これは当たり前です。しかし、そうした非常事態の教訓というのは、後々のやはり有事の際に大きな知恵となってくるのではないかと思っております。こうした大きな災害、単に記録として残すのではなくて、やはり当時の緊張感や非常時はこうだった、そういったですね、実際の緊張感や、そしてどういったことに困っていたかと、どういった被害があったのか、そういったことをですね、しっかりと共有することも肝心かと思います。実際に被災地を訪れた職員の皆さんにも、もちろん被災地支援、これが第一の当たり前ですけれども、ミッション、任務でありますが、帰ってきたときに、前兆的にこの被災地での緊迫感、そしてどういったことに困っているのか、そういったこともですね、共有をしてほしいというように言いました。
まあ、この被災地に訪れて、さまざま職員の皆さんも、まあ、数日ではありましたけれども、さまざまもちろんインフラの整備であったりとか、そうした重要性も感じられておられましたけれども、やはり一つは、情報発信、これはコロナの時もそうだったと思いますけれども、やはり的確な情報発信が重要であるということをですね、彼らも言っておりました。実際に、被災地、震源地に近ければ近いほど、そもそも被害が大きすぎて、行政もすべて把握をしきれていなかった、それは当時の話なんですけれども。ということを言っておりまして、やはりですね、那須塩原でもそうした備え、教訓を生かしていきたいと思っています。那須塩原では情報発信、コロナの時も力を入れておりました。ミルメールや那須塩原市公式 LINE 登録、ぜひですね、多くの方に進めていただきたいと思っております。またミルメールや公式 LINE では災害情報共有システムによりまして、どこが例えばこう、豪雨によって道路が冠水してしまったとか、あるいは倒木がある、そういった場所をですね、共有システムによってですね、皆様に、地図上でお示しすることができます。ぜひ、周りの方にも進めていただいてですね、情報の共有ご協力いただければなというふうに思っております。さて、今後の、被災地支援、ですがありますが、まず日本水道協会栃木県支部から給水車の応援要請がありました。こちらについては1月25日から31日まで職員4人と給水車1台、サポートカー1台を派遣をいたします。またその他にも、栃木県などからですね、職員の派遣であったりとか、さまざまな要請があると思いますので、そちらについては引き続き行ってまいりたいと考えております。なお1月31日まで本庁舎、西那須の支所、塩原支所、大木根出張所に募金箱を設置しておりますので、引き続き、今も皆様から義援金いただいております、ありがとうございます。引き続きご協力の方もご検討いただければなというふうに考えております。改めまして、今回の地震の一刻も早い復旧復興をお祈り申し上げるとともに、市としてもしっかりと支援活動を続けていきたいというふうに考えております。それでは本日の発表に移ります。はじめに気候変動に負けない那須塩原市の作成についてであります。株式会社ウェザーニュース、ウェザーニュースさんとは、気候変動をテーマに連携協定、これは全国で最初の協定を結ばさせていただいて、これまでもさまざまな事業を一緒に行ってまいりました。今回はですね、気候変動に対する理解を深め、自分事として行動変容につながることを目的にですね、普及啓発動画を作成していただきました。本動画ではウェザーニューズ所属の山岸愛理アナウンサーが那須塩原市における気候変動による影響や市の取り組み、また市民の皆さんがどのように行動すればいいか分かりやすく解説をしております。私もちょっと見ましたけれども、全国的に著名なアナウンサーの方がですね、那須塩原市のことについて、ほうれん草の話であったりとかですね、大山公民館なんて単語が出てくるんですけれども、私たちにとって馴染みの深いですね、ものや地名とかがですね、アナウンサーの方が取り上げていただいているので、ぜひ一見の価値があると思いますので、ぜひご覧いただければなというふうに思っております。また本日からウェザーニュース公式 YouTube チャンネルで公開するとともに、天気予報アプリウェザーニュースに専用バナーを掲載します。今後は市のイベントなどでの啓発ツールとして活用し、より広く多くの方に周知してまいりたいというふうに考えております。次に電気自動車用充電設備の供用開始についてであります。テラモーターズ株式会社と連携し準備を進めてまいりました電気自動車用の充電設備、こちらについてはですね、
8施設計16基の設置が完了して本日から供用を開始します。今回設置しましたのは6キロワット出力の普通充電設備で、まあ、KEV、まあ、要は軽自動車の電気、K の電気自動車ですね。こちらであれば約1時間の充電でバッテリー容量の3分の1ほどが充電となり、この充電で最大50キロの走行が可能とされています。引き続きですね、私有施設を対象に、もともと目標は100基でありましたので、100基を目標に、面的に極力ですね、いろんなエリアに設備が、充電設備が設置できるように進めてまいりたいと思います。電気自動車を活用されているユーザーの方がですね、どこでも安心して充電できる環境、これをですね、民間企業の方と力を合わせて進めていきたいというふうに考えております。最後に部活動の地域移行に向けた取り組みについてであります。那須塩原市ではそれぞれの地域で子どもたちが好きなやりたいスポーツを継続して行えるスポーツ環境の整備を現在進めておりまして、その一つがですね、部活動の地域移行であります。この部活動の地域移行に向けた取り組みを現在推進しているところであります。今回はバレーボールとそれからバスケットボール、こちらにおいて小学校と中学校を対象とした合同練習会を実施します。練習会では市内の小学生、中学生が学区の枠を超えて参加をして、スポーツ少年団や中学校で指導されている経験豊富な地域の指導者が指導を行います。この合同練習会を通じて指導者、参加者、保護者の声を取りまとめて、今後の部活動の地域移行を進める上での課題解決に活用していきたいと考えております。そしてまた地域でのスポーツ活動の機運醸成を図り、地域とともに部活動の地域移行に向け今後もさまざまな取り組みを進めてまいります。この部活動の地域移行ですね、市としても今さまざま試行錯誤している部分もありますし、ご迷惑をおかけしている部分もあるかと思います。しかし子どもたちが、あるいは子どもたちだけではなくて、スポーツに関わる方々が最大限うまくできるように、市としてもこれからも尽力をしてまいりたいというふうに考えております。発表事項は以上となりますが、この年末年始ですね、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症がですね、最近流行ってきております。私自身も12月にインフルエンザに感染をしましてですね、ちょっと休みせざるを得なかった時もありました。これから今新年会などですね、多いと思いますので、ぜひ感染予防、手洗い、うがいとかですね、そういったことに気をつけていただければなというふうに思っております。今年もどうかよろしくお願いします。